大大阪時代の風景第6代大阪市長、池上四郎第7代大阪市長官一代、大阪時代は大正後期から昭和初期にかけて大阪市が大大阪と呼ばれていた時代のことである。この当時、大阪市は人口、面積、工業出荷額において日本第一位であり、当時の東京市をしのぐ世界有数の大都市として栄華を誇った。元禄年間の18世紀後半頃には、すでに隣府でこの当時の首都であった、現在の京都府京都市を人口で上回っていたが、その後も人口は徐々に増加して行った。また、19世紀後半には、大久保利通と五代友厚による大阪への遷都案も出るなどして、大大阪時代が後述する、大正時代よりも早く到来する可能性もあったものの、大阪遷都案は、東京への遷都を決定したこともあり、幻に終わった。明治時代、東京にあった明治政府による藩債処分などの影響により、大きな打撃を受けた大阪市であったが、時代とともに発展を遂げていった。20世紀に入ると、日露戦争や第一次世界大戦により、必然的に軍需が高まる。国のため、国民の生活水準の向上を受け、重工業の生産額が、飛躍的に増加し、その工業の隆盛ぶりから、大阪市は、煙の都、東洋のマンチェスターと称されるようになった。1923年9月1日に、関東地方で、関東大震災が発生し、当時の東京府東京市をはじめとする関東近郊に、在住していた被災者の一部が、新たな居住地を求めて、大阪市に転居してきたことによる急激な人口の増加や、1925年4月1日の第二次市域拡張によって大阪市は西成郡、東成郡の残余44町村すべてを編入して面積181平方キロメートル、人口211万人となり、東京府東京市を上回る日本一の大都市にまで上り詰め、幻となった大阪遷都案から約60年後に大阪市は首都をしのぐ都市となった。この当時は日本最大の都市であったのみならず、世界各国の主要都市でも6番目に人口の多い都市であった。東、南、西、北の4区からスタートした区の数も、同日をもって13区へ増加し、天下の台所と称された、近世以来の豊かな経済地盤を生かして、商業、紡績、鉄鋼など、あらゆる産業が栄え、文化、芸術、産業の中心として、近代建築が花開く街を、もごもがが闊歩する、華やかで、活気に溢れた、黄金時代だったと伝わっている。象徴的な出来事としては、池上四郎第6代市長時代に、大阪市天王寺動物園が開園し、1919年には、日本初の児童相談所、公共託児所を大阪市に開設した。都市計画学者でもあった関一第7代市長に、交代してからも、大阪城天守の再建や、御堂筋の大拡幅、及び大阪市営地下鉄御堂筋線の建設などがある。こうして、大大阪時代は、関一第7代市長のもと、1920年代後半にピークを迎え、これやこの都市計画の権威者は知るも知らぬも、大阪の関と読まれたり、内務大臣、後藤新平から、都市計画の範を大阪に求めると評されるなどした。ところが、大阪市の転機は1930年代前半に、早くも訪れてしまい、1932年10月1日、大阪市は分区によって、区の数で東京市に並ぶ15区へ増加したが、同日、東京市は市域拡張によって35区へ増加し、いわゆる大東京市が誕生し、人口日本第一位の座を奪還する。1934年には、室戸台風によって、大阪市は未曾有の風水害に見舞われた。さらに繁栄の裏で、同時進行にあった第一次世界大戦後の恐慌や昭和恐慌では、繊維や金属産業が大打撃を受けてしまう。さらに、戦争への時代へと向かう中、統制経済等の政策により、東京に対し大阪の相対的地位は、次第に低下して行った。とはいえ当時の大阪は、東京に次ぐ日本第二の都市であり、戦後復興と高度経済成長期にも西日本の中心都市としての繁栄はなお続いていた。しかし、大阪の東京に対する相対的地位の低下は東京一極集中の始まりで1960年代後半より始まり、1970年の日本万国博覧会開催の前後より顕著となった。それが決定的となったのは1973年の第一次オイルショックによる高度経済成長期の終焉後、安定成長期以降のことである。1974年以降京阪神大都市圏の人口は転出超過になり、1978年には大阪市の人口が東京都市圏の神奈川県横浜市に追い抜かれ、本格的な東京一極集中時代が幕を開ける。大阪府立中之島図書館日本銀行、大阪支店大阪市中央公会堂、大阪クラブ中央電気クラブ、大阪証券ビル市場館、大阪ガスビルジング。ありがとうございます。